どうも、エルカギのエルユダです。どうも、エルナイスです。ということでね、5月29日に、はい、東京経済大学で、うん、キンプリの方と高橋海人さん、キンプリの高橋海人さんなのかな、うん、ドラゴン桜2の撮影をしていたそうです。あら、その他のメインキャストさんも一緒におられたそうです。ということで、はい、ドラゴン桜ってさ、東大の話だっけか、目指すかなんかの、阿部寛さんでしたかな。東京経済大学、俺の母校だからね。母校っていうか、俺2ヶ月しか行ってないけど、はいはい、そう、ほら、だって俺の当時はそんな偏差値は高くなかったのよ、うん、あ、はいはい、まあ超低くもないんだけど、うん、そこでやってんだみたいな。あ、撮影の許可取れるとこって決まってるらしいからね、うん、そうで、ある程度東京経済大学の芸人さんっていうのが、うん、あのカトゥーさんと大川工業の寺田体育の日さんとエルウェダっつって、うん、でうちのマネージャーがやべえやつしかいねえじゃねえかっつって、俺どこに入ってんだよみたいな。だって俺やばいやつに入ってたよ。そういう思い出がなるほど、ね、ありますね。やばい作品なんじゃないですか、ね、あと阪神のヤブね。やべえやつよね。やばくないでしょ別にね、うん、そしてね、中川翔子さんがね、はい、雷神史上初女性リングアナの大役、うん、ガチガチに緊張すごいですよこれということで、女性リングアナ、はい、うん、なんか YouTube で、うん、雷神の CEO に挨拶に訪れるっていう企画があったのかな、朝倉海選手と。ああ、なんか見たわ、うん、そこで女性リングアナの大役を担うことが発表されたと。はい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 、そうなんだ、うん、でもっとびっくりするのは、中川翔子さん多分お母さんツイッターやってますね。あら、そう、1万8000人フォロワーいるんですけど、へえ、元なんかあれなのかな、お父さんは元ロックシンガーだった気がするよね。元っていうかロックシンガーだよね。ああ、そうなんだ。そうで、お母さんもそうなのかな。へえ、でお母さんがリツイートしてて、なんか中国の語で書かれてるレストランが閉店になってしまいましたみたいな、倒産しましたみたいな、うん、でニュースサイトを開いたら全部中国語で分かんなくて、なんだろう、ジャッキーチェーンの店なのかなと考えたけど、はいはい、うかつなことは言えない。そうだな、漢字ばっかりさすがに読むのもないだけどね。まあね、うん、あれを引用ツイートするあたりガチですね。ガチだ、この人たちは、はい、ね、そういうことでございます。なるほどね。ツイッターなんてウェイボーでやればいいの。ウェイボーね、まあでもそれは、いや、まあ、まあ日本の方が多分これはいるじゃないかな。ウェイボーでやった方が、ね、いいかもしれないとかね、はい、あとあれだね、あの井岡一人さんがさ、ボクシングの、はい、これあの薬物疑惑ってあったんだけど、井岡に、そう、トレンド1位になってたんだよ、そのあの薬物が、うん、あの検出されたんじゃないかっていうのを発表して、うん、まあ要はタトゥー問題とかで揺れてたわけですよ。あ、はい、で結構井岡のやっぱネット民は誹謗中傷多かったんだけど、うん、JBC 謝罪ですよこれ、名誉傷つけた、うん、で再何検査したら、うん、あれだった、出なかったんですよ、はいはいはい、陰性だったんですよ。え、出ない、うん、あ、検査する前にそんな噂流したんだ。じゃあ誰かが検査して一回陽性みたいな感じだったのかちょっと忘れたけど、うん、間違った検査に基づく情報が意図せず流出してしまいました。なるほど、ということでございます。うわー、そう、危ないですね。危ないよこれは。でも井岡さんずっとこさ、ね、うん、本当に。で俺井岡見ると、うん、いつもあの中尾くん思い出す、あの中尾明俊、はい、そうそう、危ない危ない、中尾明しか出てこなかった。中尾くんって呼べるほどね、俺先輩じゃないから。中尾明さんを中尾くんって呼んでた先輩もいたと思うけどね。中尾明義かな、明義かな、うん、あのそう、ね、夫婦でさ Google カレンダーの CM とかやってる、はい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 、なんとかリーサさん、中リーサさん、中リーサさん、ね、リーサ3文字で書く人もね、あれ、そうそう、あれすごいよね、あのさ、うん、すごくない、 Google カレンダーを。何が、いや俺すごいなと思うのが、はい、今日あれだよね、休みだよね、明日子供の何とかだよねってこう合わせていくわけよ、スケジュールを CM の中で、はいはい、 CM ね、はい、だからさ、もうなんか、あ、じゃあ、うん、ずっと仲良かったらいいけどねって。だから俺みたいな人間はノイローゼになっちゃうよ。なんで俺もダメだもん、そのずっと同じ人とずっとこれをやり続けるとか、うん、はい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 、そう、一緒に人と住めないタイプの人だ。まあまあまあ、それはでも出会ってないかもしれないけどね。その可能性はあるよな。いやいや、その可能性があるんじゃない。その可能性はあるわ、うん。そういう人もいるかもしれない。その可能性はある、うん、今のところ一人待ったことないんだよな。いやいやいや、その時にはもうなんか、うん、もう今日とかも来なくなるんじゃない。熱出ましたって嘘ついて。多分あるかもしれない。家でもう。うん、うらーってもう誰に向かってた。うん、ゆりおか性欲求になってた。
なんで、なんでゆりおかさん連想するの。なんでそうやってそうなのか。ゆりおか性欲求っていうボケだけずっと考えてたの昔から、うん、今しかないと。ね、発車の時刻ですね。いい、そういうことでございますけども、はい、そうですね。あとね、すみません、ここで散々喋ってましたけど、私一時支援金がですね、登録機関の方の、はい、方がやってくださいまして、はい、申請ボタンを押すとこまで行けたと、はいはいはい、いうことになります。で、登録機関の方でいろいろ教えてもらったら、もっと申請できますよってなって、もっと申請できちゃう、要は上限30万まで申請できますよってなって申請したので、うん、5万5000円払うっていうことだったんですけど、はい、コメントでもそれちょっと高いよみたいなの来てたけど、そうですね、結果得はしてますね。もっと安いところに行って教えてもらえばそれで得したかもしれないけど、うん、僕は出会ってしまったんです、その人と。しょうがないよね、うん、いい出会いでした。いや、いい出会いなのかな。ズームで知らない人とやるっていうのはちょっと一瞬緊張しますけどね。ああ、うん、そうなんですか。ズームで書類を見せてくるんですよ、確定申告書類とか。あ、そうなんですか、ね、それをやると、あっちは恐ろしいですね、ズームでやったら。登録機関の人がポチッと押してくれるんですよ。でポチッと押してくれると、それがこっちに伝わってて、もう一回ログインすると申請ボタンが押せるんですよ。で、向こうはそれをスクショを取っていくと、スクショ、まあ録画してんじゃないかな、それ自体は。で、まあその何ていうの、サイトがうまくできてるんだよね、うん、別口から登録機関が認可をした人が申請ボタンが押せるっていう。俺だから、そこで申請押せないんですよ。っていうね。なるほど。2人で1つのボタンを押すと。そうですね。発車ボタンを押すと。はい、あ。なかなかね、凝ったやり方になっているなということでございます。ね。その情報は必ず更新されていきますね。うん、そうね。これはでもいいじゃない。だって個人事業主とかの人とかもさ、いっぱいいるしさ、はい、世の中には。で、今のこれなんでこういうさ、お笑いの話とかってするようになったかっていうと、はい、やっぱこう現状のこの、はい、売れるんだか売れないんだかよくわかんない地下芸人っていう L 歌舞伎っていうのはなかなか貴重な存在だと思うんだよね。あ、その微妙な地下芸人だよ。地下芸人っつっても、はいはい、全く売れないやつが毎日時事ネタを意地でもやってるっていう見方する人もいるけど、うん、というよりはもうちょっと時々大物と絡んだり、はいはいはい、テレビ局出入りしてたわけじゃないですか。はいはいはい。この微妙な立ち位置のやつのリアルって、まあ出入りはしてたっていうのはそうだな。結構俺面白いんじゃないかなと、はいはいはい、だからあの売れない芸人の金の卵シリーズって話題になって売れてんだと思うんだよね。電子書籍でさ、だいぶ、はいはい、でしかもあれ大体電子書籍のベストセラー2位とか1位大体あるシリーズ食い込むんだよね。ああ、そうなんですね。そうだから、そういうのがね、でもこれはネット発信があるからだよね、うんうん、それこそこの前ね、キングコング西野さんとライブやった時もそういうこと言ってたけど、うん、もう YouTube 舞台テレビだけじゃないんだから YouTube クラウドファンディング何でもやればいい。はいはいはい、はい、で一応その配信の中でまあ一個聞いてるのは、アルバイトしながらやってる芸人どう思いますかっていう質問をしていて、はい、僕が、うん、だそれがねちょっと意外な答えが返ってきて、ぜひ見てほしいですね。あら、でその質問をする前にノートに書き込んでたのは、錦鯉さんどう思ってますかって書いてたんですよ。まあでもね、その場にいないし、そうだよね、まあ、もうすぐ売れてる人と、そうすごい20年とかかけて売れてる人とかの、ね、うん、で西野さんは、まあ、すぐ売れてるってもそうなんだけど、うん、というよりはそのそんな苦労しないでやれる方法あるじゃんみたいなことを本でいっぱい書いてる人、あ、はいはい、だそれをもっと考えたらいいじゃんっていうことを書いてる人なんで、どう思いますかってのを聞いたんだけど、うん、また西野さん自身 の、ね、あの考えの変遷もあったのかな、うん、だから、まあまあ、一個だけ言うと、バイトしながらやってる芸人どう思いますかって言ったら、うん、すっごいいいと思いますって言ってたよね。自分の食いぶち持ってやるってのがこれからはいいんじゃないかみたいなことは言ってます。はいはいはい、まあ、西野さんとねご一緒したってのはあんまりこういろんなところで言うと僕らね、はい、仕事支障出る可能性もありますんで、ちょっと言わないでおこうかなと。ちょっと内緒にしますね。内緒でお願いしますね。はい、まあまあね、そのあこれもいいですよ。なんすか。大乱闘スマッシュブラザーズ。はい、これあのすごいよ。ドラゴンクエストの勇者とか。ああ、ついに参加ですか。ゼルダの伝説メトロイド。はいはい、メトロイドとかね。光神話パルテナの鏡。ああ、懐かしい、ね。悪魔城ドラキュラ。はいはいはい。シリーズのファイター、ステージ、うん、アイテムに限定したトーナメントです。うん。トーナメントイベント。はい。すごい、今開催中なんだ。いや、お前やんねえだろ。5月28日から。お前全然やんないじゃん、でも俺、スマッシュブラザーズやってたよ。え、マジで？なんだ、先輩の家とか行ったみんなでやってた。俺やったことないんだよ。だからあれはなんつうの、やったことない。ほんと今安易に使われることだけど、アベンジャーズじゃん、要はニンテンドーアベンジャーズですよ。ああ、そうだね。そうで、ただニンテンドーのキャラはあんま知らねえから、その面白さはなかったけど。まあまあコナミとかね、うん、ゲームとしてやってました。俺はねエニックスとか入ってますからね。あ、なるほどなるほど、そういうことか。今入ってますから。別、そうかそうか、ね、別会社入ってるもんね。はい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 。
いやだからね、あれなスマッシュブラザーズをね、うん、やってましたね。あの分かんないキャラ使ってましたよ、よく知らないキャラ、うん、だからマリオとか分かる。いやそうなると俺、うん、当時マーブルヒーローの格ゲーとかなんてほとんど知らなかったよ、うん、スパイダーマン以外知らなかったもん、はいはいはい、なんかね、この前あのアベンジャーズって簡単に言うけど、はい、アベンジャーズあれ復讐で結成されてる集団なんだよと。はいはいはい、安易に俺たちアベンジャーズというのは俺たちなんだ悪者かって言ってる人がバズってました。めんどくさいっすよ、うん、めんどくさいっす。まあまあでもめんどくさい人っすね。いやいや、この正しい歴史を教えてくれる新しいアメコミの教科書って感じで、ああ、なるほど、うん、いいかなってすごい思いましたね、はい、だからウルヴァリン実写だけ見て判断しないでって俺は言いたい。アニメのウルヴァリン面白いんだ、あ強いんだから、はい、X メンね、はい、もっと戦うんだから。俺、はいはい、実写あんま戦わねえなと思ってさ。まあ、どっちかというと悩んでる姿がね。だからあれ、アニメをアメリカの人みんな知ってんだよ、X メンって。莫大に売れたアメコミだから。はいはい、の上で見やってるやつなんだよな。いや、そうだよ、ね。そうそう。そう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 。だから、あの、夜中の今泉くんだけ見て古畑語ってるみたいな。俺からしたら。いや、一田村も出るから。そうそうそう。一田村も出てこないの古畑語られてもな。そうそう。そこなんですよ。だから本当にいじめられてる人になるもんね。そうそう、西村雅彦だけの話を聞いて、ただのあの給湯 OL 室の話だからね、うん、そう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 、ね、しかも捜査の邪魔だしね。そうそうそう、ね、研究してんのにね、うん、はいはい、いつも口に言ってね、そう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 、夜中にね、まあまあまあそんなとこでございますね、はい、といったところでまた明日お気になさってください。お願いします。